マンデルブロ集合を描画したもの。典型的なフラクタルアートの一種フラクタルアートとは、フラクタルなオブジェクトを計算し、計算結果を、静止画像、アニメーション、音楽などで表した芸術作品である。フラクタルアートは通常、コンピュータの支援によって作成される。フラクタルアートは、アーティストが、その構築に、どう関与するか、生み出される作品を、 どの程度制御できるかで以下の4つに分類される。これらのフラクタルがデジタルアートやアニメーションに使われてきた。マンデルブロ集合のような二次元のフラクタルから始まり、テクスチャ生成、植物の成長シミュレーション、地形生成などの芸術的な応用が生まれた。フラクタルと人間の補助を伴う進化的アルゴリズムを組み合わせ、見た目の芸術性を重視して種を選び、 作品を進化させていく手法もある。エレクトリックシーププロジェクトは分散コンピューティングのプロジェクトであり、参加者のパーソナルコンピュータのスクリーンセーバージョンでフラクタルフレーム描画ソフトを動作させ、各人がその結果を評価することにより、より良いフラクタルアートを集積しようとしている。ありがとうございます。